provisions of manna. Visions of Mana.雪が溶け始めている。よかった。精霊たちが新しい巫女の誕生を喜んでくれているのかもね。うちもう寒いの嫌や。雪原に入る前は雪だるま作るってはしゃいでたのに。過ぎたことはええやん。先のことを見据えていこう。先のことといえばこれからの道のりについてだな。私たちはこの滝に沿って高原を下り港町ラタへ向かう。港町ということは海があるんよな。うち海を見るのは初めてや。そこから船に乗って水の都エリスタニアを目指すんだ。世界で一番大きな都エリスタニア。そこでは水の巫女と会うんやろ。どんな人なんやろな。エリスタニアでの用事は巫女との合流だけじゃないよ。私たちはそこで洗礼を受けるの。マナの木までの道のりは長いからな。水の都の女王が巫女のために旅の安全を祈ってくれる。巫女の旅はまだまだ序章なんやね。あれ？どうした、ひな？見て。カチンコチンになってる。完全に凍って。いや、溶け始めてる。あ、カチコチだったけど大丈夫？さっきのサボテンの何か応答していけへんかった？うん、それは日記かな。何書いてあるんやろな。見てみひん？え？勝手に見ていいのかな。ちょっと気にはなるけど。次応答時しれっと返したらええやん。それに使わせてもらおう。いい感じです。
これくらい朝飯前だね。私の出番だな。うちの出番やな。流れが早いな。ここは精霊の力を借りて安全に渡ろう。任しとき。ここは引き受けるよ。任せてくれ。うちの出番やな。よし！え？これで終わり？
車。不吉な風やな。モルタ。手加減無用だ。周辺にもまだ潜んでいる気配があるな。おそらくあれを倒しても次が来る。警戒してくれ。そんなん、うちだって気づいてたし。連戦になりそうだね。ヒナは下がってて。みんな頑張ってね。回復は私に任せて。おい、これで全て片付いたようだ。モートレアがおるとラックやな。うちは手抜いても良さそうや。森人の僕がしっかりしてればいいんだけどね。二人とも手助けをありがとう。お、そんなキラキラした目でこっち見んといて。手抜こうとしたうちがしょぼいやつになるやん。ファルロー大草原も近い。先へ進もう。の魔物やったな。これから先こういったことに遭遇することも増えるだろう。
日頃から連戦に備える心構えが必要かもしれないな。そうだね。装備とか道具もこまめに見直そう。ほんま寒かったもんな。生き返る。この大草原の先に港町ラタがあるんだが、ミルパ様は留守のようだな。ミルパ様？モートリアさんのお知り合い？この牧場の主だ。私がエリスタニアにいた時にお世話になった方で、剣術の師でもある。大草原を行くにあたり力を借りようと思っていた。モートレアって水の都に住んでたんだ。ああ、エテラナが滅び一人取り残されていた私をエリスタニアに住む人が助けてくれてな。以来私はその人の家で暮らしている。ミルパ様に引き合わせてくれたのも彼なんだ。人に歴史ありって言わはるけど、いろんな出会いがあるんやね。水の都へ行くのは初めてだから心強いね。少なくとも町で道に迷うようなことはないな。さてミルパ様がいないとなると仕方がない。このまま大草原を進もう。牧場やな。この牧場、ミルパ様って方が一人で？ああ、そのはずだ。へえ、それはすごいな。ミルパって人意外と大物なんちゃう？ピックルは見当たらないか。モートレア、戻ってきよったな。このでっかいワンコ。案ずるな、この子たちは安全だ。ミルパ様、お久しぶりです。今回は一人旅ではないのだな。しかし護衛というわけでもなさそうだ。はい、彼らは私の仲間です。ほうほう、仲間とな。
前に会った時よりもいい顔をしておる。何があったか聞かせてくれないか。エテラナで月の巫女に指名されました。月の巫女、そうだったか。過去を、時を思うお前の心が精霊を呼び覚まし、そして精霊はお前に次なる未来を託したわけだ。よかったな、モートレア。私もニキータも嬉しく思うぞ。ミルパ様。さあ、巫女がこんなところでグズグズしていてはいかん。時は決して立ち止まるものではない。新しい未来のため、マナの木へ向かうがよい。コラやな。これはピックルという動物だ。ミルパ様が手なずけているから怖がることはない。ピックルを使えば大草原の移動も楽になる。みんなも乗ってくれ。よっ。持っていけ。そのベルを鳴らせばいつでもピックルを呼ぶことができる。巫女たちとその旅路に加護あれ。感謝します、ミルパ様。どうぞお元気で。はっ。うちらも行こうか。二人について行こう。出発。ヒナ、しっかり捕まって。うん。はっ。ピックルに乗り、バルと二人で大草原をかけた。マナの木への旅がこんなに楽しいなんて想像もしなかった。この時間がいつまでも続くといいのに。いつまでも、いつまでも、いつまでも、いつまでも。ミルパ様にお会いできてよかった。ピックルがいれば港町まで楽に行けるだろう。この子ら早いな。乗り心地もなかなかやし。よし、大草原を駆け抜けてラタへ向かおう。マナの木までの旅がこんなに楽しいなんて思わなかったな。ヒナと一緒に大草原をかけてずっとこうして旅を続けられたらいいのに。Yeah!
ここは引き受けるよ。私の出番だな。任せてくれ。そう。はっ。はっ。よっ。はっ。もらっておこう。なんだろう、石から不思議な光が出てる。精霊の気配はするけど、触っても何も起きないね。場所だけ覚えておいて、今はラタへと向かおう。